はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ジャックアトラスです。さあ本日なんですが、レッドデーモンズデッキ、持ってきたんですけども、これちょっとね普通のレッドデーモンズデッキと違いましてですね、何が違うかっていうと、あのねラビリンス入ってるんですよ。これ実はですね、レッドデーモンズデッキってラビリンスとめちゃくちゃ相性がいい良くて、これなんでかっていうと、そのソウルリゾネーターっていう1枚初動モンスターが増えたんですけども、レッドデーモンズデッキ、このソウルリゾネーターが召喚特殊召喚成功時にレベル4以下の悪魔族モンスターをデッキから手札に加えるっていう効果があるんですね。これ悪魔族だったらサーチできるのこれ何でもいいんですよ。で、基本的にはこのボーンデーモンっていうモンスターを、サーチしてきて展開していくことになるんですけども、このねボーンデーモン持ってる時にサーチするタクとしていろんなカードあって、悪魔族だったら何でもいいから、例えば手札誘発枠であるスカルマイスター、あとは、魔法トラップカードを割るエキセントリックデーモン、あとこれラビレンスストービー、これサーチできるんですよソウルリゾネーターって。まああのこれを入れたラビリンスデッキとかもありますけどね、こっちをレッドデーモンズとかリゾネーターちょっと出張させてるラビリンスデッキとかもあるんですけど、今回はレッドデーモンズデッキにラビリンスだけちょっと出張させてるギミックです。これをサーチできるから、要はビッグウェルカムラビリンスがセットできるんですよね、デッキから。こうするとレッドデーモンデッキの展開にプラスしてここの妨害が増えるんですよ。これ結構強くてですね、しかも通常トラップカードとかが多いから、割とねこのデッキだから、このビッグレディか、レディオザラビルスとかもまあ割と相性が良かったりとかして、結構ね噛み合うんですよね。でしかも手札コストを要求するじゃないですか、ラビリンスストーブとかも。この手札コストを例えばビジョンリゾネーターとかにするとクリムゾンヘルガイアサーチできたりとか、あと、ボーンデーモンコストにするとまたこいつが墓地から蘇ってくるから無駄がないとかね、なんかいろいろね噛み合いが結構あって、まあ、そこそこね強いデッキになってるかなというふうに思ってます。まあ、普通に組んでもいいんだけど、普通に組む、のにプラスして手数が出る可能性があるから、ここで、はい、だから妨害数1個増えることあるんだよね普通に、手札によってはだけど、はい、というところで、普通に組むよりもパワーはなんか、あと増地の止まりどころ、これ忘れてた言うの、あのね例えばソウルリゾネーター召喚してボーンデーモンを特殊召喚したいよみたいなこと言ったときに、 G 打たれたときって結構レッドデーモンズって展開するから G 重いんですよね。すげえ重いんですよ、結構重いんですよ。これが例えばストービーでなんかそのビッグウェルカムを持ってきて、クリムゾンガイアからデモンズゴーレムセットエンドみたいなことすると、普通に2妨害が構えられて、しかも相手ほとんどドローできてないみたいな感じになるんで、これ G の止まりどころとしても優秀なんですよね。これはねなんかね、まあ、あらゆる意味で相性がいいなと思って、これもデュエルスラップで結構使ってたんですけど、個人的にめちゃくちゃ勝率は高かったんで、まあ、よかったらね、レッドデモンズ好きな方はぜひ使ってみてください。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。なるほど。ちょっと地弾けないですね。割とハンドは強いんですけどね。35枚、なるほど。クーリユーゾン引いてんのか。これソウルリゾネーターから行くしかねえな。これにね、なんかね、誘発打ってくれると一番嬉しいんだけど、ソウルリゾネーターにユラナとかないですか？ないですね。今回ちょっとビッグ引いてんだよな。核じゃなくていいな。スカルマイスターかなんか持ってきて、これ普通にやるか。なんか、墓地メタするか。で、ボーンデーモンでクリムゾンリゾネーターを切って特殊召喚。で、ボーンデーモンの効果と。これちなみにソウルリゾネーターマジで悪魔族なんでもサーチ級かさ、まあ、家具持ってこれるし、スカルマイスター持ってこれるし、トリックデーモンとか持ってこれるんで、これめちゃくちゃ便利ですよね。でビジョンリゾネーターでヘルガイアサーチング、レッドライジングドラゴンを特殊召喚していく。レッドライジングの効果を起動して、自分の力、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚。ちなみにここに無限抱擁が一番ねうざいっていう話ありますけどね。でクリムゾンリゾネーターの効果、これ21だな。ねビッグあるからね、これビッグがあるとちょっと1妨害増えるんですよ、実質ね。なんで1回スカーレット出すで、スカーレットにシンクロンをチューニング、現れよレッドデーモンアビス、チェン1シンクロン、チェン2ビジョン、
チェニスカレット、スカーレット効果、王者の鼓動がどうのこうの、シンクロ召喚現れよレッドデーモンドラゴン。シンクロリゾネーターがここにあってビジョンリゾネーターを回収、ビジョンリゾネーターを特殊召喚、そしてレベル8のレッドデーモンドラゴンにレベル2のクリムゾンリゾネーターをチューニング。こっちは回収したいね、こっちですね。アビス、ああ間違えた、ディスパテルちょっとコストないんだけど、除外ゾーンにカードないから今。まあただ両方とも使っちゃうとビッグで戻すカードなくなっちゃうんで、まあ、こうしてこうですね。これでエンドと。でスカルマイスター、トラップ2枚、アビスと、まあ、ディスパテルが一応除外カードされれば、一応効果起動できるみたいな。これデモンズゴーレムで一応起動できるようになったりするんですけど、まあ、これが一応ね最強盤面というか、まあ、理想盤面というかになっております。レッドデモンラビリンスのパワー的にはね、あ、深淵の宣告者だる闇属性ドラゴン、まあ、2体いるからな、2体いるのでアビスは残した方がいいんじゃないかな。すごいカード入ってるね。なんかノワール処理するカード入ってるけど、これデュアリー環境じゃないですよ今デュアリー環境終わりましたけど、エピワリノワール全然実装されないけどな。あーダリー、あーまあさすがに止めざるを得ないか。エンマリュー、レッドデーモンアビスによって、ライトニングストームはさすがに妨害が2個消えるんで、さすがにね無効にしないといけないですね。であとカード4枚か相手、なんか高校まくりゲレッキっぽいな。あーなるほど、サイバードラゴンデッキなのかな。ドライトロンとかねえだ多分、サイバードラゴンだな普通に。あーこれエクストラモンスターゾーンに出したら間違ったかなこれ。いや微妙だな、だここでたらサイバードラゴン破壊するの微妙じゃねえ。メガフリートなんか別にいいか、メガフリート出せるかこれ。メガフリートは別に出てきたところでそんなにやばいこと起きねえだろ、別にここで妨害使う意味ないんじゃないか。まあ、ちょっとエクストラモンスターゾーンに出しちゃったんでメガフリート吸われるんですけど、あーなるほどね、あーまあまあまあそれもいいや、それもいいです、オッケーです。はい、サイバーティックオーバーフローもオッケーです。メガフリートしてくるかなこれ、わかんねえな、どうすんだろう。あーメガフリートか、オッケー、いいよ、オッケー許してやろう、そのぐらい許してやろう。レベル5のモンスターが2体って言ってきた時にちょっとあれですね、めんどくさいこと起きますね。リペアプラントですね、了解しました。機械族、機械族専門最大を手段に加えるという効果、ギャラクシーストロジャー OK ってことは、まあ多分レベル52体って言ってくるんだよな。でギャラクシーストロジャー効果、サイバードラゴンコア OK、 で特殊召喚 OK、 全然 OK、 多分これノバって言ってくるってことでしょ多分ね。デモンズゴーレムマジ強いんで、ちなみにデモンズゴーレムぶちかませばなんとかなりますね多分。さあどうする、2体のモンスターでオーバーレイ、サイバードラゴンノバ、これ上に重ねられると世界終わるんで、これはですね破壊してはいけないんですよ。こいつはこれ破壊してはいけないんで除外すれば OK、 よし完璧で、サイバーネティックオーバーフローとギャラクシーソルジャーね手札ってことはもう何もできないから、基本的には殴るしかないんだけど、で殴ってきたらラビリンスすれば OK かな。うん、バウンスなくなっちゃうとちょっとめんどくさいので、セット、あセット、え先セットしちゃう、先セットしちゃうとそれあのラビリンスで破壊できちゃうけどいいかな。エンドフェイズ、あれ殴れないとかあったっけあいつ、あヘルガイアケアしてんのかな相手、もしかして、もしかしてヘルガイアのクリムゾンヘルガイアのあれか、あのテキストは読めるタイプの人間か。ちょっと白金のラビリンス発動して、まあ、もちろんサイバーナティックオーバーフローとかいう激キモカードを破壊する、あのカード、残しておくとろくなことないんで、あでこれで普通に無効にしちゃっていい説あるね。で、相手ギャラクシーソルジャー手札勝ったな、さすがに何も言えないで神分からせるわ、分からせムーブ、はい分からせタイム入ります、分からせタイム入ります。おい根性なしか、俺の展開見てけよ。
なるほど、龍一、まあ、初動ないですねソウルリゾネーター引けない問題は発生しているが、おっと、お相手氏も事故っていく。ちょ頼む、なんかソウルリゾネーター来てくれ。いや、クリムゾンリゾネーター悪くはないな、動けなくはない、うん、動けなくはない一応。いや、先にバック除去してからか。相手なんだろうねこれ。多分でも不正があんまないってことだと罠デッキじゃないでしょ。ラビリンスとかじゃなさそうだよね。なんだろうな、手札誘発ばっかりとかそっち系かな。手札誘発ばかりみたいな話。あ、墓穴ね、なるほど、墓穴はでかい。クリムゾンあるときはクリムゾンからか。クリムゾン効果 G やめてください。うわー、やめてくれG が一番重いんだよな。どうすっかな、 G か、止まるか、ワンキル。いや、さすがになんか誘発めっちゃ持ってそうな気すんだよね。何もしないっておかしいじゃん、この現代遊戯王において。多分ね、誘発めちゃくちゃあるんだよ、あると思うんだよね多分だけど。まあ、一応ボーンデーモン対象にとって、ビジョンリゾネーター落としますで、ビジョンで、まあ、レベルを上げるか。ビジョンで、あれクリムゾンヘルガイアサーチをで、あー、うららね、オッケー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 、了解。まあ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 、いいでしょうってなってくると、まあ俺もストップ、まあ無限保養もデモンズゴレムも G もあるんで、まあ結構パワー的には割といけると思うんだよね。うん、相手ちょっと事故ってるから多分、まあ一旦ペンダルのスケールにセットして、セットして、まあこれでエンドでいいでしょう。さあ、お互いに低速状態となっておりますね今現在。デモンズゴレムと無限保養と増 G が一応あるんで、一応まあ、あー、残機か、なるほど、サーキュラゾクシジ発動。どうせガム入ってんだよあのデッキ、どうせガム入ってね。オッケー、占らない、破壊もない、摩擦もない。ってことは逆に言うと、その手札何ですかって話だ。わらしとかそっち系か、またはなんか変ななんかあのサブトラとかアディオンとかそっち系の可能性もあるね。あー、ダイヤ強えな強えな。いや、まあここ無限包容する意味ほぼねえな。残機サーキュラー、いや、あの全部するでとりあえずいいです。出てきたやつを無限包容するしかなさそうな気がしますね。ダイヤスミキ強いな。で、残機方程式で、残機方程式回収、残機方程式と何かと何かと、あー、まあ G 通ってるからな。まあなんとかなんか無、エフェクトメーラーとかそっち系のカード引いてなんとかしていきたいといったところですね。え、やべダイヤ入り、あー、ニビル来た。いや、ダイヤ入りラプラシアン来たか。ダリー、ニビル抜かれたらやばい。ニビル1枚しか入ってない。ちょっと待って、これなんとかしラプラシアンの効果使わせたいな。今ね、ダイヤ素材になってるからね、無効効果持ってるんですよね。これデモンズゴーレムって言ったら使ってくれるんじゃないかな相手これデモンズゴーレムで釣るっていう説あるでしょ。これデモンズゴーレムで釣る説、頼む使ってくれ、使ってくれ、頼む使ってくれ、使え使え、よしオッケー、まだ耐えてる。ってことはニビルは抜かれねえ。よし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 、まだ立てるぞ。これ無限法要で無効の効果を無効にしていくから、まあちょっと2枚吐かされたけど、トラップカード2枚吐かされたけど一応なんか耐えた。でモンスターいなくなる。ただ、残機方程式とシグマがあると相手の手札には、で手札と墓地には、まあ、だから展開はされる、まあ、ただ俺ニビル引いてる、シグマ OK、 いいだろういいだろう。で、ニビルの発動条件満たしていく今バレたからバレたから今、サブトラ、はい、ちょっと一回良きところまでチェーンオフにします。はい、どうぞ、もう全然どうぞ。その辺もダランベルシアンじゃねえか。ここどうすんだこれ、2体で、ああ明治ね、ああなるほど、明治 OK です。
ラビレンスも引いた。トラップ発動してるからこのターン一応レディー出せるね。はい、ワンキルも防げそうな気がするけどね。これバトルフェーズ中に出して残機方程式、はい、サブドラ OK です。ちょそろそろ行かないとやばいな。トランスコールとかの効果起動のその後とかでいいかな。トランスコードの後とかで多分これデコードとかデコードとか出してトランスしてみたいな動きでしょこれ多分ね。アップルジャマ、あーなるほど、これいきなりワンキルしてくれですか。オッケー、アクセスコード出させようか。アクセスコード出させて、まあ、抹殺だったら多分打ってるから抹殺じゃないんだよ。あの手札なんで多分2ビルは絶対通ると思うんですよね。アクセスコール通過出てくる、はい、で効果発動と効果発動、これで、処理終わった後だな。アクセスコール通過2回攻撃できます。黙れ黙れよし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 、黙れ、はい、おいおいおえいよし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 いいぞいいぞ。さあきついだろこれ、この2ビル、このタイミングでよし出しといた方がいいかな、出しといた方が良さそうだな。うん、ちょっとクリムゾンリゾネーターの効果起動できないけど、まあいいわ。相手サレンダーしねえのなんでだ、こんだけ手札あって勝てると思ってんのかお前、なめてんな。いや2ビルかもしんねえか相手の手札も、いやありえるな、全然全然ありえるぞ。ちょっとコールリゾネーター発動するわ。コールリゾネーター効果でビジョン持ってきて、でこれ多分先にバロネスだな、先バロ、特殊でレベル8とレベル2でシンクロ、よしこれで2ビルケア OK、これ全ての魅力潰した。 OK これきついだろ相手で、ビジョンリゾネーター効果、クリムゾン持ってるから、スカーレットゾーンで OK で、ソウル召喚で効果、これはまあスカルマイスターとかでいいかな、スカルマイスターとかでいい、スカルマイスターで、ボーンデーモン効果、クリムゾンヘルガイア切る、ボーンデーモン特殊召喚効果起動、リゾネーター墓地送ってレベル操作する、これレベル上げましょう、手札からでいいですかね、デッキからサーチしたいんで、手札からにしましょう。で、レベル4のボーンデーモンに、レベル4の、ちょっとこれ先に発動するわ。一応破壊されるとかあるかもしれないから、まあないと思うけど、一応発動して、で、レベル4のボーンデーモンに、レベル4のソウルリゾネーターをチューニング、シークロ召喚、現れろ、スカーレットデーモン、ニビルやん、危ねえ、マジでニビルだった。なんかニビルの投げ合い、ニビルとゴキブリの投げ合い来た、ニビルとゴキブリの投げ合いを制したぞよしよしこれは来たで、あとは、打点作って殴るだけなんで、一応アビス出して OK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  で、シンクロンの効果とスカーレットの効果起動して OK よし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 、危ねえ、王者の鼓動、今ここに熱を放す、天地冥道の力を貴様にお祝いしてやる、うおバトルフェイス、アブソリュートパワーフォース、アブソリュートパワーフォース、アブソリュートパワーフォース、対戦ありがとうございました。キングのデュエルはエンターテイメントのゲームならない。うわ、なんもないやんけ、なんもないの、マジさあやめてほしいよね、現代遊戯王において。本当に引けない方が悪いっていう話はあるんだけどね。ちなみにまあまあって言うたら言うはず入ってんだけどさ、クロマジョディアベルスターちゃん、そういえばあの OCG ではあのあれになるらしいですね、あのスリーブになるらしいですね、いいですね。僕あの財宝狩りの悪魔のあのイラスト好きなんで、財宝狩りの悪魔のあのスリーブにしてほしかったですけどね、できれば。
ディアベルスター自身というよりかは、はい、あのなんかあのウォンテッドみたいななんかあのイラストあんじゃん、あれあれ好きなんだね。まあ、ちなみに何もないんでダラドールです展開は。あーパズロミの型かこれ、なるほどね。これ多分あれだな、ジアンデッドだな、ジアンデッドムーブされるパターンだなこれ多分。きついなそれは普通に、そらそれできついな。なるほど、レベル8にいたいってことだろう多分な。わけわかんねえカード入ってんな、なんかいろいろティアラメンツも入ってんのか。うわボイド強え、うわレイのハートも落ちた、ボイド効果ティアラメンツレイのハート効果、うわ強え。これ何枚超やされ、あー2枚か、属性的には2枚か。レイのハートで、レイのハート捨てるで、ボイドで2枚、トランザクションロールバック、ティアラメンツエレン落ちる、キモすぎ。なんかロールバック来てからティアラメンツ生き生きしすぎじゃねマジでまあ当たり前だけどな、こんな墓地壊せるデッキ他にねえからさ、当たり前なんだけどさ、生き生きしすぎじゃねこいつら。時間切れになるんじゃねこれワンチャン、いやあるでしょこれ、ライトロードドミニオンキュリオスだと、ここでライトロードドミニオンキュリオス地獄だなマジでやば。ちょっと待って、さすがに無理じゃないですかこれ、どういう盤面におなりになられる感じですか。白雪マジかよ。ライトロードドミニオンキュリオス、これ何歩があんだこれ、そのなんかよくわからないさ、逆転する運命ってないんやね、どういうことやね、ちょっとわからねえマジで。ティアラメンツレイノハートで、レイノハートでトキシュラズのデュガレス、なるほど、トキシュラズのデュガレス効果、どの効果だこれわかんねえ。自分の墓地からモンスター行ったら守備表示で得しようか、なるほど、次のメインフェーズでスキップ OK。 はやった、裏じゃん裏じゃん裏じゃん、やった、え、なに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 、自分のフェーズのアルカラフォースモンスターといった選択して、選択したモンスターコイントスの効果でよって得た効果は逆になる、え、え、あれこれ俺のターン来ない、もしかして、もしかしてこれ俺のターン来ない、あれ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 なんだこのクソデッキ、どっから見つけてきたんです、逆転する運命とかいう謎カード、ふざけ倒せ。